美味しく食べながら痩せられるおやつ選んできました。これはアイスクリームの代わりにもなってすごくおすすめなんです。業務スーパーで買えるんですよ。では早速ご紹介していきますね。それは何かと言いますとこちらです。冷凍フルーツです。でこの冷凍フルーツをそのアイスクリームの代わりに召し上がっていただきますと、そのダイエット中でもね安心して美味しく痩せることができるんです。でこれはそのアイスってですね、まあ、4種類に分かれているんですけれども、脂質とカロリーが高い順にお伝えしますね。1位アイスクリーム、2位アイスミルク、3位ラクトアイス、4位氷間菓子と、まあ、評価ですよね。こちらがダイエットの、まあ、敵ですね。糖質の、まあ、塊ですよね。脂質、まあ、こういったものをその食べてしまわれると、そのダイエットなかなかね成功しにくいと思うんですね。ただ食べたいじゃないですか、たまにはね。そういう時にこういったアイスクリームの代わりに今からお伝えするこの冷凍フルーツをアイス代わりに食べていただきますと、もうすごくいいですよということなんです。それはなぜか理由があります。もうまずはカロリーが低いということ、そして食品添加物がね入っていないんですよね。でアイスクリームこういった系は、まあ、例えば香料であったり安定剤とか、まあ、いろんな添加物が入ってますから、もうすごく良くないんですよね。そのあなたの肝臓に負担をかけてしまって、結果その痩せ体質になることがやっぱりできないわけなんです。それと比べてやはりこのもうほんと自然のフルーツっていいですよね。無添加です。そしてまたその面倒なカットが不要ですよね。今からお伝えする冷凍フルーツはもう全部カット済みなので、まあ、手間がかからないですし、またフルーツって普通生のフルーツ日持ちがしませんよね。でついついこう例えばこう傷んできていたら、あなんか傷んできたから食べなくちゃと思ってこう必要以上に食べてしまうこととかありませんか？そういったそのダイエットのまあ敵、食べ過ぎということにも一役買ってくれますし、まあ、その適量で済みますよということですよね。ですから今からお伝えするそのカットされた冷凍フルーツを上手に召し上がっていただくことで、あなたのそのダイエット成功するための一つ手段としてご活用くださいね。では早速一つ目ご紹介していきたいと思います。こちらです。じゃん、冷凍のブルーベリーです。でこちらは、原産国はチリ産ですね。冷凍ブルーベリー、もちろんこのままそのアイス代わりとして召し上がっていただくのも良いんですが、あのカッチカチで固まっていると、あの歯を痛めたりね、あのそもそも味わえないじゃないですか。なので私がおすすめする食べ方は、あのちょっと半解凍になった頃ぐらいがおすすめですし、またこのブルーベリーのですね、私今ハマっている食べ方レシピご紹介なんですけれども、あの別動画でもその痩せるチーズということでお伝えしている中で、あのカマンベールチーズあるんですよね。このカマンベールチーズ、その生乳と食塩だけでできている無添加のカマンベールチーズにこのブルーベリーをちょいのせしてですね食べると、簡単にプチチーズデザートがね出来上がりなんですよ。これ美味しいです。もうおつまみにも合いますし、ワインとかにも合いますし、もうおしゃれなんですよね。そのカマンベールチーズじゃなくて、ちょっとこうチーズケーキのような形をしてますよね。切ってみるとそこにブルーベリー乗せて、まあ、ミントの花か乗せてしまうとですね、もうとってもおしゃれな一品になりますので、ぜひぜひ作ってみてくださいね。でチーズも痩せる食材ですから、もうセットで召し上がってください。でブルーベリーもすごく、あの実はね食物繊維が豊富なんですね。ですからあなたの腸内環境が整って、結果痩せ菌と呼ばれる善生菌をその元気にする役割も果たしてくれますので、ぜひぜひブルーベリー召し上がってみてくださいね。では2つ目ご紹介していきます。こちらも、もう私おすすめなんですけど、こちらです。冷凍のミックスフルーツです。でこちらは裏に何が原材料で入っているかと言いますと、ラズベリー、サワーチェリー、イチゴ、ブラックベリーが入っています。で原産国がセルビア産ですね、ヨーロッパの。でこちらですね、まあもちろんその裏にも書いてありますが、ジャム作りにも適していますし、ヨーグルトとかにもトッピングしてもものすごく美味しいんですが、私がハマっているそのおやつはですね、腸内環境を良くしてくれるおやつはこちらを使って、こちら
オートミールにこのミックスベリーを入れることで簡単に自家製ミューズリーが作れるんですね。でこちら私別動画でもこちらミューズリーのね作り方をお伝えしてるんですけれども、このオートミールですね、これをこのままボウルに入れまして、先ほどのこのミックスベリーをまあ適量入れたら、その上から私はこの時期ちょっとホットで温めた豆乳と、軽く日によってはまあ蜂蜜を少し入れたりですとか、まあ、入れない日もありますが、他にはちょっとこう香りを楽しみたい時はあの無添加のメープルシロップを少しかけて食べたりします。ちょっとこうおやつ系が食べたいなと思った時は、私はこのオートミールでも思いっきりですね食物繊維を取って、この冷凍フルーツを適量取ることでビタミンを取って楽しんでいるんです。これね美味しいです。もちろんヨーグルトですとかあのそういったトッピングでもいいんですよ。おすすめです。では最後3つ目いきますね。今回こちらもおすすめなんです。すごいね量が入って 500g 入った冷凍カットマンゴーです。こちらは原産国がベトナム産になっております。でこちらねあのこのカットマンゴーすっごくね一つ大きいんです。見えますか？私他のとこで買ったカットマンゴー結構ねなんかこんな こま切れのようなね小さいマンゴーだったんですよね。まあ、食べやすいんですけれども、こうたまにこうゴロゴロっと思いっきり食べたりですよね。もうフルーツ美味しいですから。でこちらを見てうわこれ大きいと思って、すごくコスパもいいんですよね。もう業務スーパーさん本当コスパいいんですよ。で私はこのマンゴーはやはりもうほぼほぼちょっと解凍された状態で食べるのが好きです。あの甘みがやっぱり増すんですよね解凍した方が。そこにやっぱり私が大好きな手作り豆乳ヨーグルトにトッピングして食べます。これ温めてホットで食べてもね美味しいです。もうこれおすすめです。今はやはり季節的にもうあのだんだん涼しく、朝晩なんか寒いですよね。そういう時にやっぱりあんまりその、まあ、今お伝えしたこの冷凍物その冷たいまんまこうガリガリ食べてしまうと、あなたの腸の動きがピタッとストップしてしまうんですよね。腸って冷えると動きが止まりやすくなってしまいますし、動きが鈍くなったらやっぱりそのデブ菌と呼ばれる悪玉菌が優勢になりやすくなりますので、ぜひぜひこれからの季節はちょっとこう、まあ、ホットフルーツみたいな形でホットで召し上がっていただいても丸ですし、今みたいにそのホットヨーグルトにしてちょっとあったかいヨーグルトに冷たいフルーツがちょっと乗るとこれまた美味しいのでおすすめです。さあいかがだったでしょうか。ダイエット中でもやっぱりおやつって食べたいですよね。もうその気持ちすごくよくわかります。であまりそのストイックに我慢しすぎてしまってはストレスがどんどん溜まるとあなたの自律神経のバランスが崩れてしまって、どんどんやっぱりその食べたくなってしまうんですよね。ストレスでその逆効果です。ですから美味しく食べながら健康的にきれいに痩せていただきたいので、今回はこの冷凍フルーツも完全無添加をお伝えしております。なので購入されるときはとにかく原材料名を見ていただいて、もう完全無添加でお願いいたします。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法、ダイエット法、健康法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私もとっても励みになっておりますし、本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。